平野紫し神宮寺んゆうたフォロワー、555番人でも、充満する閉塞感感 SNS 運用下手、きしゆうた合流、までの停滞期の苦しみ。ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏の新会社、とべ、に合流した平野紫しさん、26歳、と神宮寺ゆうたさん。 25歳が個人のインスタグラムアカウントを開設し、驚異的なフォロワー数を集めています。7月19日の時点で、平野さんは約351万人、神宮寺さんは約204万人のフォロワーを抱え、合計約555万人の圧倒的な人気を誇っています。以前はジャニーズ事務所に所属していた2人が個人インスタグラムを始めたことは、 本人たちもファンも楽しい驚きでした。特に平野さんのアカウントは開始日にフォロワー申請が殺到し、その騒ぎが落ち着いた翌日には質問箱を解説しました。平野さんは熱心なファンから寄せられた質問に2時間以上答え続け、最終的には100件を超える質問に回答しました。 しかし、質問箱にはファンからの、かまって、K、の投稿が増え、問題となっています。ファンからのをねらりに対応する姿勢は素晴らしいものの、本来の目的である広くファン層を楽しませるような質問に答えることが難しくなってきたようです。ファンは、今後の活動や具体的な夢、エンターテインメント作品や交友関係などについての質問にも興味があります。 一方で、平野さんと陣ン・ジさんには、今後の活動に関連した事情があります。報道によれば、すでにスタッフが楽曲制作に着手しており、平野さんのソロ曲はすでに収録が終了しているとのこと。ただし、彼らは元メンバーの岸優太さん、27歳。 ととべへの合流を待っており、3人が本格的な活動を開始するのは10月以降になる見込みです。この停滞期において、平野さんと神宮寺さんはどのようにファンとのコミュニケーションを続けていくのでしょうか SNS の運用においては、かまって K の質問に対処する一方で、ファンの関心や期待に応えるような質問にも目を向けることが求められるかもしれません。また、音楽活動に関連しても、ファンが知りたい情報を上手に伝えることで、彼らの魅力をさらに引き立てることができるでしょう。 個人のインスタグラムアカウントを開設した平野紫耀さんと神宮寺雄太さんの人気は、ジャニーズ時代とは一味違ったファンとの交流を生み出しています。しかし、その中で感じられる閉塞感も否めません。彼らがファンとのコミュニケーションを大切にし、新たなステージに向けて活躍する姿をファンは心待ちにしていることでしょう。 10月以降の解禁を楽しみに彼らの今後の活動に期待していきましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。